清水八万宮は埼玉県狭山市入間川にある神社である。旧社格は無格社。基礎清水じゃ義高を祀る。これは源義中の長男、元義高のことであり、清水じゃとはその別名である。社号は八幡宮であるが、祭神は義公一柱のみであり、王神天皇など他の神は祭られていない。当社の創建は祭神。 現吉高の最後が関わっている。あずまかがみや旧入間川町の総鎮守である八幡神社に残る書伝によれば、樹英2年に父、源義仲が挙兵して勢力を拡大し、それを危険視した源の頼朝と反目して一触即発状態となった際、和議に応じた義仲により、人質として息子の義高が鎌倉に送られたのが発端である。この際、義高は、 よりともの娘である大姫の婿という名目で鎌倉入りすることになった。一種の政略結婚であったが、大姫は吉高を愛し、一時の平和が訪れた。しかしその後に急速に、吉高とよりともの関係が悪化して、合戦に発展。翌樹栄三年には吉高自身が、大御国合わず弦で撃たれてしまう。このことで義高の地位は、決定的に悪化し、 頼朝は、元略元年4月21日に、孝子の憂いを立つため、敵の子に娘をなんでくれてやる必要があるものか、と吉高の粛清を決定した。これを聞いた次女の連絡で、身の危機を知った吉高は、王姫や義母、北条政子の協力で助走、家臣を身代わりに立てて密かに、鎌倉を脱出し、生まれ故郷である武蔵国おぶすま軍の菅谷館へと、落ちのびんとする。 ながすぐにことが露見、無本人として、追悼軍に追われる身となる。そして4月26日に入間河原の八丁の私で、追いつかれ、党内光清によって撃たれた。これを知った大姫は、辛労のあまり悲嘆に暮れて病がするようになってしまい、これを吉高が撃たれたためと考えた母、雅子は激怒して、頼朝に猛抗議し、吉高を撃った、党内光清を打ち首に追い込む。 その一方で雅子は吉高の供養を行うこととした。首を取られた吉高の遺体が、その最後を哀れんだ里人の手によって、討伐地の入間マガに葬られていたことを受け、その年の5月、その墓の上に吉高を祀る社を建てたのである。これには畑山重忠の口添えもあったという。そして当社は雅子の手厚い保護を受けることになり、 政子自身もここに参拝したとのつてが残る。当時は赤の玉垣を巡らした壮麗な社殿を持つ大社であったが、大永九年8月の大洪水の被害を受けて大破、再建されることなく、現在の狭山市中央公民館付近にあった西園寺の境内に移されていた。その後、幕末になって影響二年の年号を、鎮座の由来と当社の来歴を刻んだ石の祠が、 現在地より出土する。新編武蔵風土気候によれば身体は、発体の吉高が内輪を持って立っている像であり、三面に以下のように刻まれているという、原略更新春なり。吉中南、頼朝婿、清水吉高。春株も父の腹中で鎌倉。赤草鎌方館追兵、サコシカモカコいうこれ。入間瓦長堀氏近屋首かじ首ゆく確か。 ゴ民ミ向マイムクロジュ、ケヤキシュカモタメマユミエン。ソトシュートメ、ヒラマザコヒオノレ。女子方向シミズハチマンなり。当たるエコ水ズイカイビオバツキ。その後コロクソのデンオケヤキ。奇跡の少子も知るし打ちこのシン。影響に口述のかすがてなり。明治時代に入って、廃物希釈により神仏分離が行われた際、すでに元のシャチが不明となっていたことから、 この祠らの出土地を、かつての清水八幡宮の鎮座地として潜座。九段の祠らを本殿とし、その上から木造の福殿をかけることとした。現在、当社は国道16号線と本富士見橋に向かう道が、交わるそばに佇む商社となっており、境内には、清水家邪源吉田が終焉の地の標柱や、説明板以外目立ったものはない。さやま市指定文化財。 A.B.C.D. 狭山市清水八幡入間川村八幡社。新編武蔵風土気候牧の161入間郡の6内務省地理局1884年6月。n d l j p 7 6 4四千2 1 9足大臣 1996P212 ありがとうございます。